ダイモス、またはデーモスは火星の第二衛星。火星のもう一つの衛星ホボスより小さく、外側を公転する。1877年8月12日にアサフ、ホールによって発見された。ギリシア神話の神デーモスにちなんで命名された。ダイモスはホボスと共に火星の重力に捕獲された小惑星だと考えられている。実際、 ダイモスの可視金石外反射スペクトルは D 型小惑星に似ている。また、密度が非常に小さいことから氷や空撃も含んでいると考えられている。ただし、捕獲説ではダイモス及びフォボスの軌道の特徴を説明することが難しいとされ、火星への天体衝突によって2つの衛星が形成されたという説も存在する。 ダイモスの命名された二つのクレーターダイモスに二つ存在するクレーターはそれぞれジョナサン・スウィフトとボルテールにちなんでスウィフト、ボルテールと名付けられている。二人とも火星の衛星が実際に発見される前に火星の二つの月について著作で言及している。なお火星に二個の衛星があることを最初に予想したのはヨハネス・ケプラーであり、両者とも ケプラの予想を引用したと考えられる。ダイモスのクレーターの名は、実際に発見される前に衛星があることを予想した、作家に由来する、ありがとうございます。